なんか最近私パーカーでしか配信してないね。許して。パーカー大好き。でも今パーカー好きすぎてさ、いっぱいあるからさ、トレーナー探してる。今日もトレーナーって検索して買おうって思ってた。なんかさ、パーカーさ、私いつも着てるダウンもさ、パーカーついてるからさ、パーカーになっちゃうね。もうだから今トレーナー探してます。わかる。今日の髪型、髪待って、これ撮るの忘れてた。ずっとこっちでこうやって見てたからさ、ポチャッコついてた。まあいいか、つけとこ、なんか可愛いから。これにズボンばっか入ってる最近。しかもズボンもさ、ピヨーンって楽なやつ。メイクした時のここのシワやだ。なんかどっか可愛いさ、トレーナー売ってる服のさ、ブランド知りません？なんかレッスン着に見えないやつがいいの。結構さ、なんかレッスン着なんていうの、普段着ても可愛いトレーナーのブランド、ブランドじゃなくていいんだけど、なんかお店の名前なんていうの、知りたい。ちょっと大好きな ZOZO でトレーナーって調べるわ。大好きな ZOZO で、 ZOZO タウン。GU の新作トレーナー可愛いし安いよ。おお、いいね。安いの重要。安いのがいい。安いに越したことはない。さっき欲しかったワンピースが 60% オフになってる。買おっかな。いやー、どうしよう。トレーナー見るって言ったのにさ、すぐさ他のやつ見ちゃう。トレーナー、自由のパーカーにしようかな。安いに越したことない。でもやっぱ多少の柄、なんかワンポイントとか大好き私。派手なのはそんなに好きじゃないです。いくら以下とか調べる、絞ってみようかな。3000円以下とかないかな。ジーあったかいし、おお。やっぱ GU か。GU ってさ、ネットで買えるの？あ、これかわいい。え、これかわいい。あ、じゃあパーカーだった。買えるんだ。見てみよう。公式？あー、可愛いって思ったんだけどな、これ。パーカーか。ちょっといいねしよう。
どれだ。トレーナーは厚めがいいです、寒いから。トレーナー、メンズじゃない、ウーマン。え、これかわいい、分かるかな。これなんならち店舗行けばいいよ。これめっちゃかわいい、We are bitter together。 どういう意味？ We are bitter together みたいな書いてある。損害すぎてよくわからない。嘘、絶対もうバカだもん私。これめっちゃ可愛い、1990円。うん、スタッフスタイリングだって。これめっちゃ可愛い、でも後ろ見えない、真っ白だ。We are bitter together。 それそれ、どういう意味？これかわいい、いいねしとこうと。うん、会員登録しなさいって言われた、するか。ああ、え、クレカ持ってますよ。一緒にいるともっと楽しい。え、めっちゃいいこと書いてあるじゃん。いいね。よくないですか？生年月日登録してない。危ない危ない。2020年生まれにしてたぜ。一歳の赤ちゃんだった。韓国ブランド、いいとこありますか？今日はいつも以上に可愛い。髪型？待って、認証コード。来ない。あ、来てた。来てたわ。コピー。500円クーポンもらった。で、自由でさっきのを見る。いいねしたいんです。あれ、さっきのどっか行っちゃった。トレーナー、今日の髪型ハーフツイン。なんか前ショールームした時にね、見たいって言ってくれた方いたから、確かにやんないなと思ってしてみた。あれ、キッズ出てきた。
でも大人も出てきた。え、なんか私が見てた We Are のやつなくなっちゃった。え、なくなっちゃったよ。え、そんなことある？どうやってやるの？もう一回 GU トレーナーって検索するか。トレあった。お、ログインしなさいって言われた。あ、できたできた。オフホワイトかライトグレー。どっちが可愛いんだろうか。ちょっと見てみて皆さん。ホワイトか。これ可愛いじゃん。ライトグレー、ホワイトかライトグレー。ライトグレーかなー。ライトグレーと白とあんま変わらんしね。 M にしよう。お気に入り入れた。やっぱトレーナーってさ、いいね。いいよね。おいくら万円？1990円です。かわいい。これ光っちゃう。こんなんかさ、ロゴがデコボコなのかわいい。見える？この見えないかな。なんかデコボコ。今度見に行こうっと、時間あれば。よしよしよし。っていう今トレーナーが欲しいっていうお話でした。これ何？なんかいっぱいここに積んである。なんかいっぱい、あ、あれ、なんかいっぱいあるんだけど。妹のやつかな。買わない。自由なら一回見に行きたい。そう、でも忘れないようにいいねしたくて会員登録した。なんかさ、今日めっちゃ寝たのに眠たい。オーバーサイズで着るの好きなんだけどさ、下難しい。名古屋に GU、 名古屋駅にありますよ。名古屋駅の GU 行く、私よく。大型、超大型店取り扱いだからお店行く際客。ありがとうございます。長屋駅は大型店な気がするからあると信じてるよ。大きいパーカーの時さ、なんか下、本当に下に履くもの悩む。もうさ、ミニスカとかさ、ショーパンとかさ、全部ポイってっちゃったからさ、私ない。好きにかな。名古屋駅長。ロングスカートあるよ、いっぱいここに。じゃん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 。何しようと思って
何しようと思ってツイッター開いたか忘れちゃったよ。何しようと思ったんだっけな。今日はチーム K2 公演でした。私は出てません。呼ばれてないよ。まあ次こちゃんの卒業公演に呼んでいただけたんですがね、楽しみだな。もうミニスカとか履きません。ブン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 。そう、次呼ばれてる。コス様のおかげで。コスさんが呼んでくれたから出れる以上に。ピュー。嬉しいですね。でも呼んでもらえて。そう、ぼっちゃんの卒業公演はマヤとあゆかのドラニーの他のねチームの2人も来てくれるから楽しみ。こないだレッスンみんなで合わせました。エモいよね。コス様ありがとう。あれ俺呼ばれてない。ご用地フラグ楽しみだね。ボンバーイ出るので見てください。ボンバーイいつだっけ。もうすぐですよ。あれ今日？ん？まだか？ん？あ、火曜日だった。26日の火曜日24時53分からです。楽しみだね。そっか、映らないのか。26です。楽しみだね。りょうさん。寝る。もう収録してます。結構前に。あざとかわいい。今日のピアスはこれです。妹にもらったやつです。誕生日かわいい。もうほんとこれ一番つけてる日にち多い。いつもよりかわいい気がする。じゃあこれいつもこれなんかいいかな。
肌綺麗。あ、超肌綺麗だと思う今。本当に洗顔とか全部変えてからニキビが一個もできない。嬉しい、めっちゃ綺麗。ノーマルカメラで撮っても綺麗で感動しちゃった。この間元にラメつけてますよ。これこれ、イエス。そう、肌に合ってるんだと思う。釣られてしまいました。ありがとうございます。私のお姉ちゃんになってください。お姉ちゃん、姉ちゃんになるの。妹よ。妹もね、私のスキンケア勝手に使うからね。全部何する、何するってこんな感じ。もう20分経ってるわ。じゃあ質問大会する。彼女になってほしゃ、ほしさしか。おお、イエーイ。ブありがとうございます。いいっす。彼女最近嬉しかったプレゼント、なんだろう。結構何でも嬉しかったけど、てかプレゼントってさ、もらうこと自体嬉しいよね。なんだろう、なんだろうな。ミッフィーのクッション可愛かった。ミッフィー送りました。ミッフィーのクッション可愛かった。何でも嬉しいです。服ももらって嬉しかったし、小物類ももらって嬉しい。何でも嬉しい。くれるってことが嬉しい。あ、そうだ、年賀状めっちゃもらった、何の方からの。メフィ、でも私好きなキャラクターはって聞かれたらめっちゃ悩む。スヌーピー好きなんですよね。スヌーピーかメフィか、あとケアベアも好き。この、ディズニーの好きなキャラ、ダッフィーとシェリーメ、ステラルーも好き。ダッフィーかステラルーか。最近メンバーの方によく遭遇するけど声かけていいのかな。どうなんだろうね、メンバーによりますもんね、そういうの。てか普通にあれだと思うけど、 TPO、 まあそういうタイミングによるんじゃない。サンリオなら何が好き？サンリオこそなんか別に特にないかもしれない。マイメロも好きだし、シナモンも好きだし、あ、プチャコも、プ
チャコも好きだし、キキララも好きだし、なんか別にないです、韓流は。一本なら OK？ 私もちょっと時と場合によってだな。結構スルーしてほしい時もあるかもしれない。わかんない、その時による。全然 OK な時もあるけど、家族といたりする時はちょっとそっとしといてほしいかもしれない。それこそメンバーといる時とかなら別にいいかなって思うけど、まあでも黙ってついてこられるのが一番怖いかも。だったら話しかけてほしいかなって感じ。まあ空気を読んでって感じですかね。早起きのコツありますか？アラームをめちゃめちゃたくさんかけること。私のこの細かいアラームを見てほしい。最近めっちゃ早起きだったんですよ。見て、この3分ごとに鳴るアラーム。こんな感じでアラームかける。私ほんと寝坊しないです、こんだけかけるから。全然遅刻したことない。4時台はほんと怖い。私2分起きをさらに上がおった。なんか私は4時に起きたかったら、でも3時50分からアラーム鳴らすんですよ。で3時50分に1回アラームやって、多分私は止めるんです。で55分に次かけるんです。あー鳴ってるな、嫌だなって切るんです。それで4時になったら、あー4時だーってなって、あー無理無理無理ってなって多分消すんです。でそこから地獄の3分があるんですよ。だからあーもうってなって起きて全部消す、こうやってって感じかな。だから起きる10分15分前ぐらいにかけるのは、まあ、5分ごととか、なんていうんですか、なんならその時間だけとかなんですけど、そう、地獄の3分始まったら起きなきゃなってなる。だその地獄の3分に行く前に消すの目標。だから逆にね、1個のアラームで起きる人がすごいと思う。だから4時なら4時1個みたいな。全然無理。絶対消すもん。1個は無理よね。涙。下はな。これは、シピシピです。あの YouTuber のふくれなちゃんがプロデュースしてるシピシピって、この3番です。シピシピで3番で見ればわかると。年取ると起きれるよ。みんな3番しか当たんのやつ。そうそうそう、これ3番しか私は勝たん。ツイッポンみたいに可愛くなるにはどうしたらいい？可愛くないよ。でも可愛いって言ってもらうことがあるから、多いから、なんか可愛い、まあ仕事的にも可愛くなきゃいけない存在だと思ってるから、自分磨きをちゃんとする。
幻滅されないように、好きでいてくれる人が好きでいてくれるように、これからも頑張る。この前ちゃんとおすすめコスメ調べた、あ、ありがとう、あ、見たよ、ツイッター、ありがとうありがとう、ずっと好きだよってありがとうございますね。仕事の合間に一瞬だけをして、おー、お疲れ様です。髪型は何色？え、わかんないんだよね私。痛い、これね、何色なんだろう。でも私色は入れるのあんま好きじゃないから、好きじゃないってか今はいいかなって感じだから、普通に茶色っていうかベージュとグレージュかな。なんかどんどん明るくなるけど、もう次はまた暗くします多分。なんか赤とか青とかそういう色は入れてないです。お、また来た、ありがとう。ほんの字の変、ほんの字の変、ほんの字の変、ほんの字の変さっきあのネタめっちゃ好きだった、歴史好きなんですよ、だからすごい好きで見てた。ピッ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 ピー、領域展開オドループ。五条先生好きすぎるね。かっこいいよね。わしはでも別に呪術廻戦は推しメン特にいないかな。別にみんな好き、五条先生かっこいいし。でも別に誰でもいいかなって感じかな。スクナ好きかも、知って言えば。悪役結構好き。そう、斜め前髪の理由分かってよかった。絶対五条先生だと思ったよ。ななみ、あ、確かにいいかも。 iPhone のスマホケースのデザイン可愛くて真似する。あ、これこれパルコにあるね、さっきの好きなピアスのお店の両方とも。これ中ノルディです。やっぱやめた、怖い前開けようとして終わったから。この白いここにあるちょっと斜めに入ってるんですけど、この白いこのやつがノルディっていうとこのジャージ買った時のやつで、これがパルコです、両方とも。でこのピンクのやつはナオさんにもらったタンプレの中に入ってたやつです。本当はケース欲しいんだけど買ってないっていう、だからずっとこれなんですよね。ハニレもそうだ、10位かもね。おお、いいねいいね。なのでゆずさんがよく来てる。あ、確かにゆずめっちゃ来てる。私もそんな持ってない、2着とかしか持ってない、上しか持ってないしね。どんなケースがいいですか？なんかすっごいシンプルだけど、なんかさ、これすごい指紋っていうのをこうやって持つからさ、この手のさ、あのあれがつくんですよ。それ嫌なんですよね。だからそういうのつかないやつが好きです、シンプルで。スマホリングついてるケース好き。スマホリング私あんまなんか合わないんですよね、フィットしない。
今でもピンクは好き？好きですよ。ピンクと紫と水色が好きです。水色？青っていうの好き。その3点セットめっちゃ色好き。庭に咲いてた綺麗な花を君よりに。予定ちっちゃいからと思う。スマホリング合わないの。今日の晩ご飯なんだろう、わかんない。今一人なんですね。遠く会へ行けるかまだわからないけど、5月1日買いました。ありがとうございます。イエーイ、嬉しい。手帳型ではないです。手帳型使ってたけどなんかちょっとめんどくさくて、そんなもう私こうやってスーパッ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 って使いたい派だからいらないなと思って。家族外食じゃないですよ、仕事です。薄いケース好き。ポッケ入れちゃうもん私。何でもポッケ入れちゃう。ポッケ入れて外出ちゃうから男かって言われる。これさ、パーカーにもさこのついてるじゃん。ここにこうやって携帯入れてお財布入れて家出るどうかと思うよね本当に。まあでもまあまあまあ、それで遠出とかはしないですから。コンビニとかスーパーとかはまあそれで行きますけど、それが落とさないのよ。今は薄いお財布を買おうと思ってる。今も別にちっちゃいちっちゃいんですけど、薄いのが欲しくて、できるだけカバン持ちたくない。あ、そうだ、前さみんなの前で買った ZOZO タウンで買ったコート届きました。見る？ここにある。よいしょ。よいしょ。これ届いた。なんかここ色味、そうオレンジの照明の下でやってるからちょっとあれなんだけど、届きました。かわいい。これいい感じ、あったかい、めっちゃ分厚め、かわいいよ。紺色、黒に近い紺色に水色、かわいい。え、岩さんはい、って感じでした。やばい、もう上着変えすぎ。上着ばっか買ってるぜ。あ、いっぱい可愛いっていうのを送ってくれてありがとうございます。尊いとかも着てた。ミラーボールもね、ありがとうね。ハートすんごい量だな、ありがとうございます。ウレピス、冬はアウター欲しくなるのしかない。なんかさ、もし私一人暮らししたら絶対ウォークインクローゼットある部屋じゃないと無理。ウォークインクローゼットないと絶対入んない。
しかもなんかちゃんとウォークインクローゼット入れる、なんていうの、ここもここもここもさ、この形でさ、何服を着るとこがいいんですよ。服多すぎて。で、私はできるだけハンガーにかけたい人間なんです。だからなんていうの、ハンガーにかかってると分かりやすいし選びやすいし好きなんですよね。畳まなくていいしね。うちも今改装しててウォークインクローゼット作っても、どういうこと、いいな、住ませてくれ、私の家にも作ってくれ、ウォークインクローゼットも絶対欲しい。私ね、SK の公式にも物件探しっていうのが趣味に入ってるんですよ。それで私よく一人暮らしするとき、する予定ないけど、いつもねこのスーモとかでやるんですけど、なんかその条件にね、いつもね入れる、じゃあ入れる、え、本当にこの条件、この条件に、え、一人暮らしいぜとかさ、なんていうの、一人暮らししたことある方とかさ、私本当にそれ予定ないんだよ、本当にないんだけど、これだけはやっといた方がいいよみたいな、これはこういう物件のがいいよとかいうのありますか？すごい聞きたい。駅近いのはまあ当たり前なんですよ。駅が近くてウォークインクローゼットがある。あとバストイレ別、浴室乾燥機、宅配ボックス、セキュリティ、風通し、まあできれば2階以上がいいですね。あとコンロも2個以上あったら嬉しい。ウォークインクローゼットでしょ。こんな感じかしら。検索、治安がいいとか、まあそうだよね。ずっと名古屋にいます多分。いや、ちょっと家賃高くてもいいからさ、ちゃんと広いとこがいいよなって思う。ここめっちゃいいじゃん、新着だって。え、ただいま、あ、作ってる最中なんだ。なるほどね。いいじゃんいいじゃん。私間取り見るの大好きなんだよね。めっちゃウォークインクローゼット広いわこれ。駅まで2分だって。で、家賃7万、すごくない？じゃあ東京が高すぎるのよ。私東京と福岡とどこだっけな、どっか調べたのよ、調べたくて。東京本当に桁違いに高い。なんか同じ条件でも倍ぐらいするもんね。高っって思ったもん。私駅近い音は別にいいんですよね、多分何も思わない。もうそれよりもね、広いとこですよね。駅近がいい、本当に。あ、ここも綺麗。うわーうわー、私が求めてるウォークインクローゼットがついてるぜ。
なんか名古屋って安いのかな、わかんない。ここめっちゃいいじゃん。ここも 7.8 万、名古屋は7万ぐらいな。あ、東山線沿いはとにかく駅までは7分かな。 2LDK で6万。ええー、めっちゃいいね。でも別に実家から出る理由がないんですよ私は。まあだから調べるのだけ調べるよって感じ、いつも。まあでも実家が最強なんだよ。駅近だけどほんと最高。やっぱ女の子は駅近がいいよね、車じゃないなら。だって夜歩くの怖いもん。そうだから調べるのだけはいつも調べる。ファンの方に家作ってる人とかちょっといたらくださいっていう。送り迎えしてあげたい。してくれー。送り迎えしてくれる人がいたらそんなん全然駅近くなくてもいいじゃんね。いないんだよ。プレゼントは1万以内、そうした。はい、送り迎えしてくれるならそんなね、駅関係ないね。専属ドライバーになりたい。給料多分激安だよ。いいの？毎日笑顔でありがとうって言う。舐めてるわ。はい、失礼しました。給料いらないの？嘘。スマホ本当にさ、なんていうの、そのスーモカウンターとかあるわけじゃん。そういうとこでさ働いてる人とかさいたらさ、本当にさいつかさ頼りたいもんね。安いもんだってみんなすごいしてくれるじゃない。それ以上のご褒美なんてないじゃん。いえ、もうそれでいいならもうみんなしてよ。うん、まあ別にスーモじゃなくてもいいんですよ。別にあのお家詳しいよとか知り合いがとかでもいいんですよ。確かに家バレちゃうわ。まあ別にいいんじゃない、変なことする人じゃなかった。綺麗なとこがいいです。できれば真っ白、床白いところがいい。私はマンション、高層マンションでかくてさ、すごいなんていうの、こういうひこりみたいな人がいて、なんかそういうとこに住むの夢。なんかでかい一軒家に住むのはよりも、なんか高級なめちゃめちゃでかいタワーマンションに住む方が私は夢かもしれない。うん、うん、なんか私虫めっちゃ嫌いなんですよ。本当に壊滅的に虫無理だから、本当になんていうの、一人暮らしとかってお庭とかもあるし、 なんか一回なんて言うんだろう、その虫嫌なの。だから一番上がいい。高いの怖いけど別に透明じゃなかった、なんていうの、安全性あれば別に怖くない。透明のエレベーターが嫌いなんで、透明のエレベーター以外だけ。
エレベーター自体は別に怖くないです。そうだからね、マンションの上の方に住みたいって夢があります。大丈夫かじゃなくてもいいんだけどね。まあ夢はそうです。夢はね、一軒家よりマンションに住みたいっていう夢がある。9階とかいいね。11階でも G が飛んでくる。無理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 。私将来絶対さ、いつか誰かと一緒になった時とかさ、虫退治してくれる人じゃなきゃ無理だもん。本当に無理無理無理、本当に無理、本当に無理。うん、だからもう本当にもう第一の理由としてもいいぐらいに、条件としてもいいぐらい虫退治できる人。うん、9階だと虫はいないけど鳥が飛んでくる。どういうこと、どういうこと。北海道っていないの？じ、北海道あり、ゴキブリ以外なら。ダメダメダメ、ゴキブリもやって、ゴキブリも主にゴキブリだよ。本当キャンプとか行けない。レオナにさ、なんキャンプ部、レオナとキャンプ部の話してて、いいじゃんキャンプみたいな話してたけど、あでも私虫いるの無理だって言ったら、舐めてるって言われた舐めてた。うん、また来た。イエイ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 、ウォー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 、イエイイエイ、ありがとうございます。ピースウィンクプレゼントくださったあなたにピースとウィンクをプレゼントします。ピースありがとう。虫は無理だけど一緒に逃げてあげるよ。ダメだよダメ、逃げちゃダメ。TRF、 また来た、ありがとうそんなあなたにハートをプレゼントします。飛んだキュンありがとうございます。待って、めっちゃ4つ、ありがとう。みんなそれぞれ違う方だけど、また来た、ありがとうございます。キュン、そこのあなた、キュンからのキュン、何やってんのって感じだよね。本当にありがとうございます。嬉しいよ ありがとうございます。ハートもいっぱいありがとうございますこれが車送迎の給料だな。あ、もうやってって言うだけやるわ。みんなやってくれるなら毎日毎日大好きっていう。ダメ、舐めてる。これも本当に今日も酔ってません。今日もって何、ずっと酔ってないよ。シラフです、その通りです。ズッキュンいただきました。ズッキュン最高やんこのテンションの先っぽが酔っ払ったらどうなるの。リョウハに先は酔っ払ったやばいって言われるメンバーとお酒飲んだことあるの本当にりょうちゃんぐらいだと思うから。毎日酔ってない
酔ってなす。また来た。大きな愛に包まれてみんなの笑顔を守りたい。この CM 知ってる人いるかな。ありがとう。チューの安寄りって言われちゃう。また来た。ピースウィンク。ドゥーン。ハートの中に入ったよ。あ、忘年会した。あ、ロッキーはみんな知ってるけど、なんていうの、ロッキーで飲んだ時は別に酔っ払わなかったから私。そうだから酔っ払ったのを見てたことあるのほんと流派だけだと思う。飲まないからね、ほんとそれ。あ、その CM 知ってる？よかった。でも私強いの飲めないから。これ家で、ん？これ一人で家でやってるんだよね。そうだけど、何？変な人って言いたいのか。全然だぞ。お酒強くないです、全くもって。さきちゃんよりか弱いロッキーメンバーがいる。そうそうそう、私より弱いメンバーいるから。ロッキーの、まあ大丈夫だね。もんちゃん酔ったらずっと笑って、ああ酔ったら笑ってるって言われる。ずっと笑ってるっていう。客観的に見たら喋ってた。客観的に見ないでよ。私だけ見てねって言ってみる。ロッキーでお酒強いのは間違いなく両派だよ。あ、レオナも強い。なんか顔色変えずに飲めるのが両派かな。ルカとオシリンも顔色変わんなかった、ロッキーの時で。私とレオナとナッキーは顔は赤くなるけど、別になんていうの、酔ってないっていうの。顔赤いだけで別に通常って感じで、ゆずきがちょっと酔ってて、クマがもうベロンベロンだったねって感じかな。あ、そう、私秒で赤くなる、よく知ってるね。りょうは飲みながら配信してるもんね、さすがじゃん。りょうは酔うと甘えん坊ね。りょうは酔ってなくても甘えん坊で可愛いんだ。TikTok の私だけ見ててって言ったもんのやつやってほしい。なんだっけ、見たよ。他の女の子と、なんだっけラムのメンメンみたいなやつでしょ。違うかな、多分。私だけ見ててってでもーん、うわーのやつでしょ。多分見た気がするぞ。そう、顔に出る。私目に出る。目からほっぺに行って、なんかここが赤くなって、ここが赤くなるって感じかな。それかわいい、ありがとう。だから別に泣いたりとかそういうのはないね。飲み会は、え、わかんない。ロッキーの時はみんなのこと心配になってた。てかそんな飲んでない、多分その日は。遊びに来たよ、ありがとう。もう1時間もやってるよ。ピャー、ね、あっという間だね。私はじゃあ今から配信終わったらご飯食べます。秒で過ぎた1時間。ふやん。なんだよってね。
トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥルトゥ。はまた来たぜー、ありがとう。届いてますか、ハート。ありがとう。え、また来た、ありがとう。あ、普通にしてよかった。抜けないかもしれないけど、ありがとう。幸せ幸せ、愛した分愛されよ、優しく優しく愛をさ。あ、じゃあそろそろ終わりましょうかな。ご飯食べる。じゃあ皆さんありがとうございました。1時間今日も楽しかったです。スクショ、今日はドアップのスクショにする。うん、照らしてくれてる。うん、ありがとう。嬉しみ。リンリンリリン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 。かわいいだ。ありがとう。嬉しい。今日もいっぱいありがとうございました。また次いつになるかわかんないけど配信します。ほいじゃあねー、バイバイ。バイバーイ。